はい、どうもデッシーでございます。前回ブラックアーマーズを倒しまして、次の試合に臨みたいと思います。たまたま今日は調子が悪かっただけだ。実は嵐くん、僕らは炎のマークをした謎の投球チームのことが知りたいんだ。何か知らないか？もしかしてファイアーエンペラーのことか？ファイアーエンペラー、そうだ、最近彗星のように現れた恐ろしく強いチームのことだ。そいつらはどこにいるんだ？さあそこまではわからんが、最近トサアタッカーズというチームもこちらに来ているらしいが、そういえばトサアタッカーズも炎のマークをつけていたよ。もしかしたらトサアタッカーズと何か関係が？ないない。ああ、奴らならうちの寺に寝泊まりしているよ。おい、お前たちファイアーエンペラーと戦うつもりだろ。ならば俺たちも一緒に行くぜ。よし、行こう。投球時、そのまんまっすね。確か本堂にいるはずだけど。よう、お前らどうしたぜよ。おまんらどうしたぜよ。ファイアーエンペラーについて何か知らないか？でん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 。そう、君たちと同じ炎のマークをつけたチームなんだけど。まあ、知っちょることは知っちょるがの。おまんら邪魔けに行くようなものぜよ。そんなのやってみなければわからないぜ。そこまで言うなら、ワイらが相手しちゃう。玉川省のグランドで勝負ぜよ。いや、いいっすね。なんか勢ぞろいっていう感じになってきましたけど、おお、いいっすね。あれ、これ断平は変えらんないっすね。嵐、高山も強いですね。ああ、でもなるほど、タイガが7、嵐が今一番強いですかね。87で攻撃力が8で守備力が7でスピントルネードショット持ってますね。スタミナはダンペイが1位ですね。70でタイガ入れて、ダチャ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 、玉川賞もじゃないですからね、もうすでに。これオールスターチームですね、もうまさに。これで OK ですね。よし、行きましょう。で、ジャンプボール嵐で。おお。あー、パスだけですか。曲がいい。どうしましょうか。ちょっとヒット少ないのから行ってみましょうか。坂本。トサアタッカーズはバレーボール、もともとバレーボールのチームなんで、やっぱ勝てないですね。うわ。バレーボールの技術を駆使して、このまま攻撃していくんですよね。最初ね、どっち断平の漫画見たときはね、びっくりしましたからね。まあ、みんなバレーの構えしてますよね。この坂本がキャプテンですね。カオルから倒す？うわぁ。ラインクロス。全然バレーの技術が出てこない。うわ、強い。坂本が7球、やっぱディフェンス強いですね。7球、オーバードライブショットかな、わかんないですけど。6867 5768 6768、あー、みんな強いですね。カオルから倒すのがいいのかな。そうすると、そしたらとりあえずパス防いでみますか。これでいきましょうか。
おし、ナイス。まあボスに行くんじゃないかと、ボスって言っちゃってますけどね、やっぱキャプテンのね坂本に行くんじゃないかと思いまして、おおほだ、うわーこれでねラインクロス、トスを上げて上から攻撃してくると、おーいいね、嵐です。ここはスピントルネードやっちゃいますか。まあもうガンガンいっちゃいますんで、決まればもう決まるでしょう。ボスいっちゃうか、坂本いっちゃう、いくぜ、かっこいい、うまあある程度分かってましたわ、そういうことをね普通にやってくるっていうゲームですからね。おーいいね、流れがいい、で上げて攻撃っていうね、ここの監督さんが言ってましたわ、バレーボールからどっちに編成したチームは最強だって言ってましたわね。お、必殺じゃなかった、なんとか嵐に必殺打たせてヒットを狙いたい。うわー、なかなかやな、まあ、やっぱ今までで一番強いってことですかね。そうするともう2分経ってどっちもヒットなしで、ちょっとパス必殺回ってこねえぞこれ、やべえぞ。思ったのが攻撃の時はヒットのとこが適用されて、防御の時はそのヒットされてるとこの数値の場所でやるんじゃねえかと。だから今で言うと攻撃3で防御が7だと、そんな感じなんじゃないかなと思いまして、これラッキーボールですね。必殺来いかー、だからこれヒット、これ攻撃は強いと、下の7に攻撃できると、これは防御、あーそうですね、これはこれ攻撃弱いんで、攻撃弱いのちょっ と使っちゃおうかなと。一番最初は絶対攻撃できるっていうのが読めてるんで、うわー、あーでもかわせた、いいね、いやー曲いいわー、てか香る全然全然減らない、で相手の攻撃ですね、これが攻撃3ですね、で防御が真ん中の6じゃないかとほら思ってるんですよ、でキャッチできると、必殺、おし、これまたラインクロスやられるっぽいっすけど、やるしかないっすよねこれ。もうボス狙いで、俺のボールを受けてみろ、アックスショット、うお、スタミナ減らない、強い、大丈夫か、よし、小峠なんてボールだすいません、はい、トスアタッカーズの、まあ、弱点というかゲームはあんま関係ないんですけど、
これバレーでトスばっか上げてるからちゃんと受け取ってないから、最後のやつがちゃんとキャッチしないと全部ヒットになっちゃうっていうね。うぃー、必殺カード、こっち全然回ってこないですけど、ハリマスクールランブル、これは取れるでしょう。 OK、 よし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 、ちょっとこっちのスタミナだけが減ってるな。うわー全然来ない、やばい。うわーまたかこれ。おし、3弱いな。これは取られるからのパス、なるほどね。やばい、これ絶対必殺来るな。おし、ラインクロス必殺で、これ絶対必殺来るでしょ。おい、来た、この技で決めるぜよ。オーバードライブショット、ラインクロス。でこれ 前回まで必殺を打たせてからラインクロスっておかしくねみたいなことを言ってたんですけど、打った後にちゃんと自分で着地できてるかどうかが大事なんですよね。だからこのゲーム正しいんですよね。で坂本、これは削れる、一気に50削った。うぅ硬いな。やっぱここのポイントは大きいですね。ここで坂本ですから絶対来る。ラインクロスしてパスやってヒット、これでいいんじゃないでしょうか。あれ必殺来ない。まあこれでラインクロスですね。で嵐に、攻撃力の高い嵐にパスを回します。タイガとか全然ボール触ってない。これヒットで坂本、ヒットできるか。あ、一番下なんで、7なんで同じなんでちょっと難しいですね。あ、これは坂本ヒットできます。スーパーでこれでいいかな。ここも、はい、来ました。ちょっと運が回ってきてますね。こっちに流れが来てます。これ誰でも必殺打てる 陣形っていうかメンバーにしてるんでね。これは決まったでしょう。よし、マジか。あ、くっそー、やばい。ちょっとこれはちょっと今のは想定外だな。やっぱり弱いとこから いかないとダメなんですかね、セオリー通り。え、どうせパスだろお前坂本に。ほら来た、いいね、読んでる読んでる。ようやくねコツというか掴んできたかなみたいな感じで。くっそー、ガー、よかった。だからこれパス通ってたら坂本で必殺だったわけですよね。怖い怖い。取れる、うわーやばい、五十嵐次やべえぞ。やばい、何にもなくなった。
危ねえ。ちょっと待って、やばいだな、これ初黒星になるかもしれないですね、本当に。うわ、防御力高っ。何こいつら、マジで。おし、ちょっと必殺か。うわー、何にも来ねえ。やば、カオルがね強いんすよ。これ、こいつ全然減らねえの。ヒット真ん中7。よし、お、やっとやっとちょっと削れた。いや、もう香る香るでしょ。これは取られるんじゃない、ヒット3だから。うん、そうね、これは仕方ない。ヒット3、これ多分大丈夫。取れよ、よし。お、来た。ちょっとどうしようか、お前。ラインクロスや、まあでもラインクロスや、ちょっとやってきてもうやるしかないっすよね。あ、ちょっと、まあ迷うな、これ。パスで7で、いや、ここはもう行く。これだな、もう行く。カオル、カオル狙い。もうちょっとカオルで、とにかく1マイナス1させとかないとやばいっすから。よし、決まった、ようやく、ようやく。でもよし、嵐大丈夫、これは大丈夫。オッケー、ハリマ、荒木だ、カツアギ、もう全部名字になってますね。ハリマ狙っておくか。坂本ちゃんはやばい。よしよしよし。で、微妙だな。ちょ待て。パスしてこれでいいかな。坂本本当にパスでしょ。ほら来た、おい。これだけでね、ちょっとなんとかしのいでる感じがするんだ。あ、そっか。で、次必殺だから、ここは弱いのでよかったのか、結局。これ必殺スーパーですよね、多分。あ、違う。違う。どういうこと？これ弱いな、1。このまま逃げ切ってもいいかなとは思うんですが、うまく逃げ切れるかどうかっていうのはありますね。で、こんな感じでやっときましょうか。よし、読み通りで、結局次スーパーだから取られちゃうんですよね、ハリマに。だからヒットで、ヒット攻撃力少ないやつでやります。スーパーじゃねえ、え、相手の手札も悪いのか。結構やばい、やばい、やばい。え、これ同点だったらどうなるんだろう。やばくね。ちょっと待って待って、シャレになってねえぞこれ。延長戦とかになるのかな。坂
岡本ねやっときたいんですよね、こういう。でもそう簡単に通してくんない。いやちょっともうハリマは必殺が出れば倒せるんで、うわ、ハリマは必殺が打てれば倒せるから、ちょっともうキャプテン狙いでここでもう取っちゃえば勝ちなんで。くっそうまいな。でもキャッチできてないでいますからね。うおー、執念のって感じですね。やべ、必殺打ってくんなこれ。やっちまった。大丈夫かな。やべえ、やばい、断平やられる。あぶな、嵐頼む、頑張って。おーし、ちょっと待って待って、そっか、リーダー狙うと取られた時やばいね。今さら気づいたみたいな。うわー、やばいやばい、次嵐やられるな。やばいなこれ。なんとか、ちょっと待って、なんとか、そっか、パスで次スーパーでこれでいいのか。これやれば、うわー、やばい、パスじゃないんかい。ラインクロス、よし。あれ、新しいカードが来るのかな。お、来た。ちょっと66で同点のまま、やばい、どうなるんですかねこれ。同点のため延長戦を行います。あ、10、よし、断平決めたでお前。あ、ちょっと待ってね。あ、ジャンプボールかこれ。ちょっととりあえず様子見でいきましょう。また10分、厳しい。お、勝った。あ、これでキャプテンいくっしょ。うえ、くそ、これはもうカードは選ばれたカードじゃないんで仕方ないっつうか。まずい、逆転された。やばい、まずいっすね。お、来た。くらえ、キャノンホーク。よし、なんだと、これ、なるほどね、もう絶対無理ってこと。はいはいはい、わかりました、わかりました。うわー、強いな、ちょっとやばい、だいぶ長めになってる。で、スーパー当てて、これでいいかな。まあ、パスでしょう。パスじゃないと。まあ、でも攻撃強いですから、ここはラインクロスで。あ、まずい。必殺、あ、やべえ。有事だから打てねえか。大丈夫？いける？荒木田
ちょっともうちゃん、うわー打てねえんだ。ユージとユイチ一緒にいないから、あーでも当たったね。そっか、高山が先に入ってきちゃってんのかな、もしかして。なるほど。ちょっと待ってください。カツラギが守備8、荒木田7、ん1番3番87、987っすよね。7、三崎と荒木田ね、三崎と荒木田を倒すと。了解。これでいこうか。守備やっぱり結構関係してくるもんなんですね。ふう。言って断平もやばいっすからね、もう。これとで、うわぁ。これ弱いでしょ、1ですから。とで。よし。なるほど。くらえ。うえ。やばいな。いつもだいたいね、30分ぐらいの動画でやってるんですけれども、試合終わるまでこれはもちろん続けますんで。よし。ちょっとこのオールスターチームで負けるってやばいっすから。おお、美咲やっと減った。パス奪ってからのって感じかな。パスしてこねえし。強い。非常にまずいな。平均的にスタミナが減ってきてる。くー、ちょっとマイボールになんないとやばいっす。うわー、こんな感じでいいっすか。もう分からん。タイが狙われてるよ、本当に。高山行ったな。とりあえず攻撃力高い嵐にパスして、で狙っていくしかないっすわな。うわー、おお、これでダメージ食らってるのかも分かんないですから。うーわ、やばい。やばいぞ。タイガー頼む。これは取れんじゃない、下6だったはず、確か4か。オッケー、危ない。くっ
そ、必殺全然来ない、やっばい。ちょっと嵐、あーやばいなこれは。マジか、ちっと終わってるわマジで。ちょっとキャプテンの坂本狙いがちょっとずっと響いてますねこれは。ちょっと相手のね必殺も来ないからあれですけど、よし次で美咲はヒットできると。来たけど、とりあえず必殺は取っとく。いつでもヒットできるんで、これでいくか。まあ、ある程度ねみんな攻撃力あるんで、美咲はこれ多分ラインクロスされてもいいような感じで、オッケーオッケー、必殺使わないで正解正解。ふう、これ減らすとタイガがヒットされちゃうかもしれないですね。おし、やっぱりそうかもですね。ヒット6で防御のところが6だったんで、真ん中が攻撃力3ですよね。よし、これは当たった。でパスだと守備がない状態だと思うんですよ多分。あーでもこれでオーバードライブやってくるな。そしたらね、やってくるね絶対。そしたらこれ防ぎようがないんで、これとパスしてスーパーで行こうか。ほら来た、これは無理。うわ、タイガが吹っ飛んだ。ちょっとユニフォーム違いますけどねこれ。まあやられるのが一つしかないんでしょうね多分。ちょっと嵐頼むわマジで。小峠じゃない、荒木だね確か。荒木だ、あれ荒木だでしたよね弱いのは。ちょっとマジかこいつら、やば、これはやばい。え、もしかしてスタミナないからみたいな感じなのかな。それやったらきついぜ本当に。内野で攻撃しないとダメみたいな感じなのかな。ちょっとよう分からんすけど、くっそやばい。そうですね、荒木田で7ですからね。スーパー来たもののって感じですよ。強いな攻撃7。あ、取れる。くっそ厳しい、強い。取れるか、ギリギリ。ラインクロス欲しいっすねこうなってくると。よし、これ読み通りですね。 6にしたはず真ん中確か。
よし。なんか175が強いっすよね。これも取られて、また相手ボールか。うわー、やばい、死んだ。マジかこいつ。おお、あーでも高山次やられるな。くっそ厳しい。お、ヒット1、弱い。これさすがに通れるでしょう。ユージとユイチ、うわちょっと相手マジずるいわこれ。やばい。あー、ヒット1ですか。これは大丈夫かな、どうかな。つー、くっそー、これでマイボールになんないと話にならん。マジで取ってくれ、マジで。3、これはいけるでしょ。 OK。 あー、攻撃になっちゃうのか。そういうことになっちゃうのか。荒木田ちょっと削ったね。これでまたラインクロスやられたら痛いんですよね。でスーパーで6で内野でやんないとダメなのかも分かんないですね。よっしゃ、スーパー使わせた。村スーパー使わせてからのキャノンフォーク。これはいくんじゃない。スタミナ70で断片もね、攻撃力低くないんで。おっし、飛ばした。いいっすね。 OK。 これでちょっとばかしい余裕が出てきた。あ、断片70なんだ。あ、延長したから体力戻ったか、もしかすると。そんなことはない。一人でね、さっきからブツブツ言ってますけど、ここはもう一気に。でも高山6か。ちょっとでもやっぱ高めておきたいかな。まあここでね、もしラインクロスされたとしてもスーパーが無駄にならない。おっしゃ、相手おかしくなってきた。もしかして小峠ですね。いっけ。よし、主人公らしくなってきました。なんてシュートだ。ただこっちもね、ギリギリですから。ほら、うわ、熱い熱い。いいね、ちょっと熱くなってきましたね。スーパー来い。来た。なんか心なしかカードのヒットの数字が全部強くなってきてる気がするんですけど。熱い。いっけ、ぶっ飛べ。やがった。まあそっか、まあスーパーですからね。マジか、カツラヒのスーパー。やばい、ちょっとマジか、ちょっとやばい。
内野はうわこっちもこっちで厳しい。あーこれ坂本打ってりゃ言ってたかもしれない。ちょっとあーでもこれシュート打ってくんな。これあーパスやっときゃよかった。これオーバードライブだろ絶対。やばい。断平に逆に来てくれたら取る取れる。よし。この野郎。よっしゃ。カツラギ。ギリギリ。これはもうパススーパーだな。断平もう主人公らしく頼む。で時間ギリギリ残り8秒。くらえ。これホイッスルとかなしよマジで。残り1秒。ヒット決まった。え、ゲームセット。あ、よかった、はあ、ふう、これ一番熱い戦いでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。続きも次回よろしくお願いいたします。失礼します。